ダナティチャンネル。はーい、みなさん、こんにちは、こんばんは、ダティだよ。みんなメイクして、あ、メイクさ、元気してるー。はい、今日はですね、パーティーかなかんねんということで、パーティーかなかんねんということで、メイク動画でございまーす。パーティーメイクをですね、していきたいと思いまーす。お肌のスキンケアとコンタクト入れては終わっていますので、早速、下地からやっていきますね。いつも通りなんですよ、下地とかは。だからもう飛ばしてもいいんだけど、飛ばしちゃってもいいんだけど、このライトブルーの下地で私は黄身を隠してやってきますね。ちょっと濃いめメイク、ちょっと厚塗りメイクを今日はしていきたいと思います。なんかさ、 YouTube のさ、メイクアップアーティストさんでさ、見させてもらってる人さあ、こう、最初すっぴんがさ、すごい、結構、すっぴんと変わるんだけど、メイク後が。だけどさ、メイク後のさ、すごい、パッときらびやかにこの、映るわけ。画面、画質、その動画に。なんであんなに、美しく華やかに映るんだろうなと思った。ライティングと、なんだろう。やっぱ使ってるそのカメラがいいのかな。すごいのよね、とにかく。はぁってすごい華やかに映るからさ、私もそれぐらいこう、ここまで変わりましたっていう風にしたいんだけど。ラベンダーのフェイスパウダー。もうライトブルーとラベンダーで私はとにかく黄身を抑えないといけないからさ、もう黄身どころか茶に茶色みを抑えたいわけよ。もう肌がくすんでくすんで。だから下地をしっかりしてるからさすが、あ、違うじゃない、バカね私。このフェイスパウダーの前に、ああもうフェイスパウダーの前にファンデーション塗らなきゃいけないのに、もう何やってんの？バカすぎて絶句。なんかね、いろいろさ、YouTube をさ、こう、いつも同じ人ばっかりずーっと見てたんだけど、その中でさ、同じ業界の人とか、似てる業界の人とかのさ、YouTube をさ、見させてもらったりとか、お勉強させてもらったりとかさ、したの。やっぱみんなパワーあるね。おかまさんとかニューハーフさん。なんか、私もなんかもう、ちょっと圧倒されちゃった。面白いし、もう話も上手だし、もう私なんてさ、日々のことなんかさ、ブツブツ文句言ってるだけじゃない。もう、こう、ああだこうだ。なんかさ、文句もさ、度を超えるとさ、見てる人もさ、不快になるよね。なんかこう、なんか愚痴というかさ、文句というかさ、そんなことばっかり言うててもさ、どうしてもさ、そういう文句がこう悪口に聞こえたりとかしてさ、やっぱ中には不快になる人もいると思うの、私のチャンネル見てて。素晴らしい話術。ニューハーフ界の先輩の方とかさ、おかまさんとかゲイの方とか、そういう方の YouTube を見漁って、ちょっとお勉強したの。私なりに。どういう感じなのかなって。でね、私ね、言葉ってね、すごくね、人間力が出ると思うの。でさ、私って、自分の分析的に、あんまりね、人間力がないタイプだと思ってるのね。うん。それはなんでかっていうと、こうさ、語彙力がないのに似てるんだけど、人を納得させるだけの、そういう、なんていうの、こう、説得力を持った
言葉を持ち合わせてないのよ、私って。どっちかっていうと。うん。なんかどっかでもしかしたら言ったかもしれないんだけど、まあ私も水商売でママやってる時もあったりとかしたんだけど、そういう時にさ、コンシーラー塗ります。そういう時にさ、例えば何かトラブルがあった時に、トラブルの中心にいる、そういう、中心にいる子を、なぜそうなったのかっていうのを止めないといけないわけじゃない、ママだったら。うん。で、その時に、あなたの考えはどうなのって、こうこうこうだよねって、あなたはこうだよねって、じゃあ、相手の気持ちを考えてみてっていう感じで、その後に、その子を説得して、その怒りを納得させて、気持ちを沈めさせるっていうところの、その説得力の言葉選びっていうのが私には足りなくて、足りないと思ってて、うん、なかなか。私はなんか結構行動で見せる、その、なんていうの、売り上げだったりとか、そういうもので見せるタイプ。ベースパウダーも塗っていきたいと思います。はたきまーす。はためき。はためきら、愛してる体中、はためきらって知ってる？太陽と沈むムーン。がためきらって知ってる？がためきら。がためきら、この間の男より、がためき、本気で抱きしめて、だったっけ？ぬるるる、かなり。女だっての、はっはっ。でれでれでれん。なんかそんな歌あったわね。はい、そして。ちょっとサクサク。ちょっとね、時間がないのよ。本当に。時間がないの。どんどんしていきたいと思います。眉毛ね、いきますね。そう、それでね、ほんといろんな方がさ、ニューハーフの先輩だったりとかさ、まあ、おかまさんとか、ゲイの方だったりとか、もう、パワーあってさ、面白いわけよ、もう話が。うん、そりゃ、再生回数増えるわ、と思って。登録者数増えるわ、と思って。まあ、コラボしてるっていうのも大事ね、一つ。私とかはほら、もう、底辺だからさ、もう、コラボがないじゃない、全然。そういう有名どころとのさ、お互い協力の試合っていうのが全くなくて、その、あれもないからさ、そういうつてもないからさ、そういうので知ってもらえないっていう、なんか媒体、テレビとかのそういうメディアの媒体に出てるわけでもないし、なんか雑誌とかそういう、こうなんていうの、人目につくような、ことをしてるわけでもないから、だからそういうのも大事だと思うんだけど、私なんかさ、ほらさ、もうただ文句言ってるただのおばさんじゃない、もう。だから中には、私のチャンネル見てて、またこの人文句言ってるよって、もう、またなんかブツブツ、何、人の悪口言ってるよって思う方も、中にはいらっしゃるのかもしれないよね。見てて不快に思う方もいらっしゃるかもしれないよね。それに対しては本当にすいません、ごめんなさいっていう感じで思うんだけど、水商売で働いた時はさ、ニューハーフクラブにいてさ、そういう時は、まあいろいろと、こう、ニューハーフのお店で、これを言うとお客さんに受けるみたいなさ、なんか鉄板のさ、ネタじゃないけどさ、みんなテンプレートみたいなの持ってんのよ、こう。そういうのがあるわけ。うん。みんなね。そうそう。で、そういうので笑かしたりとかするんだけど、そう考えると、なんかね、すごくね、忘れちゃうよね。そういう、なんていうの、感覚がさ、どうしてもさ、戻ってこないっていうかさ、うん。
私は今日はシャネル、シャドーバシャネルでいきたいと思います。全部ムラーノ、ムラーノの、この色を中心にやっていきたいと思いますので、こちらの薄い水色をアイホール全体に塗る。シャネルはね、発色がね、クリームアイシャドウ塗った方がすごくよく出るんですよ。乾燥してるとね、そこまですごいパッとこう強い発色が出ないかな。発色がいいって言われてるんだけど、この薄い水色ね塗りました。そしてじゃあこのムラーノの、このムラーノのこっちの2番目に濃いブルーを目尻に塗っていきたい。目尻に塗っていきたいわ。目尻に塗っていきたい。これでいきますね。ちょっとなんかブルー、ブルーだけどちょっとネズミ色っぽい色。私寒色系メイクは似合うのよ。自分で言うのもなんなんだけど。かなり濃く入れていきたいと思います。濃い系で、濃い子さんで、濃い子さんでね。ちょっとねこのねパステルカラーの4色パレットがあるの。こういうだからこのブルーを使います。限定のね、ラゴンです。ラゴンサンゴって意味じゃない、サンゴ。これ薄いからハイライトの下にちょっと大きく、綺麗よ。なんか私ってさ、喋ることに関してね、喋る言葉のチョイスとかさ、そういうものってさ、結構さ人間力だと思うの。やっぱり人間力がなければ語彙力がないっていうことになるし、語彙力がないってことは喋る言葉に薄っぺらいことしか言えないっていうことになるわけじゃない。だからそういうなんていうの、人生経験とか積んでこう重みのある、なんていうのかな、人を納得させれるような言葉をこう発してお話しできる方って私すごいなってやっぱり思うの。こう前の方までこう入れてきたいの、わかる？どうかしら、濃い？お互いを傷つけずに、お互いの主張を汲み取りながら、真ん中にね、こうね、シルバーのラメを、シルバー先生で、ちょっとライトが光ってるから見えないでしょ、あんまり。シルバーラメ、シャネルの。ここもシルバーになってんの。それを、目の上のこの部分だけ、中心だけ塗りました。これでブルー系メイクがだいぶ完成してきて。まあでもいろんな人いるよね、本当に。でね、ニューハーブさんとか、オカマさんとか、ゲイの方とか、そういう方々のチャンネルを見てたら、おすすめみたいな感じで、そっち系の方ばっかりがおすすめに上がってくるようになったの。YouTube さんがそういうのに興味があるんだって多分思ったらしくて、そうしたらさ、いろんなね方がいるんだなって、私もすごい個人的にワーオーって感じでびっくりしたんだけど、
まあいろんな方いるよね。キラキラつけます。涙袋ライナー、キラキラパウダー、キラ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 。なんかね、その方は、まあ、結婚してお子さんがいらっしゃるんだけど、まあ、性同一性障害っていうふうに本人が言ってらっしゃって、まあ、化粧をされてるのね、女装されてるんだけど、まあ、あんまり詳しくは言えないんだけどさ、まあ、結婚されてお子さんがいて、それでお子さんに理解をもらって、それでそういう格好を、まあ、されて、うん、で、すごいね、その奥さんのことがすごく愛してらっしゃったみたいで、女性の方、女性だよ、奥さんはもちろんね。で、奥さんが亡くなられたらしいの。うん、で、まあ、それにすごい人生で絶望してしまって、で、仕事を辞めたりとかして、で、生まれながらに、なんかこう、性同一性障害っていう自覚があって、で、その奥さんのことをね、すごく愛してたそうなんですよ。だからまあ、それで子供もできて、普通のって言ったらおかしいけど、お父さんお母さん、わかんないけど、子供二人で、暮らしてたんだけど、もともとその、若い時から自分は性同一性障害だっていう認識があって、それを押し殺して、辛い思いをして生きてらっしゃったと。で、まあ、奥さんが亡くなって、すごく絶望の淵に立たされて、それで、アイラインがないわ、なんで？で、会社も辞めたりとかしたりとかして、で、カミングアウトして、子供からも理解を得て、それで女装してね、まあ、生活してるみたいな感じだったんだけど、まあ、難しい問題なんだけどね、私からするとね、私が思うにね、性同一性障害だったらね、女性とね、性行為ができないと思うんだよね。性同一性障害だったら、体が男なんだけど、心が女だとして、それで、男性が好きなわけでしょ？性対象が男性なわけでしょ？男性の体を見て興奮するっていうことでしょ？うん。ってことはさ、女性の体を見て興奮して、そういう行為が行えたっていうことになるわけだから、それで子供ができたわけじゃない？二人も、しかも。うん。それって、私からするとなんだけど、個人的な意見で、ちょっと反感買っちゃうかもしれないんだけど、それって、性同一性障害じゃないんじゃないかなと思うんだよね。だって、できないのよ。私とかでも、できないのよ、女性と。女性を見て、そういう行為ができないわけよ。だから子供も作れないし、だからすぐに、性転換手術もしたし、そう。だからさ、そう考えるとさ、なんかこう、なんていうのかな、その人のことを否定したいわけでも、批判したいわけでも、そういうつもりではないんだけど、だけど、やっぱり、あれ？ルナがないじゃない。ハイライト。なんで？あった。
なんかね、子供ができて作ってるのに、心は女ですって、男性、心は女ですって、体が男性で、もう心は女ですって、男性しか愛せませんっていうことが当てはまらなくなるじゃない。ハイライトルナ、これもシャネルです。シャネル豪華パーティーメイク。だからなんかこうすごい性同一性障害っていうことをアピールされてたんだけど、なんかちょっと違うんじゃないかなって、それだったらバイセクシャルになるんじゃないかなって私は思っちゃう。だから両方ともいけると、両性愛者、女性も男性もいけると、になっちゃうんじゃないかなって私は思うんだけど、ちょっと性同一性障害とは違うんじゃないかなと思うんだけど、その辺はね、多種多様な方がいらっしゃるので一概には言えないんですけれども、まあ私たちニューハーフの世界ではすごく、ニューハーフの世界では究極だと思うので、もう女性経験もなく、そのまま二十歳前後で性転換しちゃって、っていうね、なんか子供も諦めないといけなかったし、当たり前だけど、だからその辺がさ、どうなのかなっていう感じ。難しいとこだよね。否定とかその批判とかをするつもりはないんだけど、子供を作って子供にそのなんていうんだろう、しょわせるっていうかさ、そういうものを、まあ何とも言えませんわ。否定もできないし、その人の生き方を。あれね、シェイドシャムシェイドね。壊れるほど愛してもいい。シャムシェイド塗ってきます。ノーズシャドウも入れていくスタイル。鼻の横も入れるといいということで。そして陣中、あ、そしたら、忘れてたわ。鼻の、てっぺんにこう塗らないとね。ルナちゃんを。あと、顎の下。そして、眉間の下ぐらい。どうかしら。だいぶできてきたでしょ？パーティーメイクよ、パーティーメイク。たまには華やかにね、しないと、華やかにしていただけないかしら。まだティッシュさん、たまにはリップスの上にちょっとチークで、ここね、リップの上で、リップライナーを塗ります。で、口角をちょっとこう上げなきゃいけないのよ。すごい、なんか塗り絵みたいになってる顔が。大丈夫なのこれ。オレンジ系じゃなくてピンク系で今日は行くわ。じゃあ、あの口紅、前回のパーティーメイクは多分オレンジブラウン系で入れたと思うんだけど、紅を刺したと思うんだけど、良くなってきたね、だいぶ。
だいぶ出来上がってきました。それでは マスカラです。マスカラで、エピソードも激しいのよね。ゲイの人たちとかさ、ちょっと往年のちょっと年上のオカマさん、ニューハーフさんたちとかさ、すんごい激しいのよ、エピソードも。すごいなと思っちゃう。面白い。あと言葉遊びね、言葉遊び。あとね、こうね、芸人さんとか、私お笑いが好きだけど、ニューハーフその先輩方とか芸の方とかのエピソードを喋ってる途中に入れるその例えがまた面白いのよ。例えすごくお勉強になるし、すごく羨ましい。あ、こっちのまつげつけるときはだいたいこの私の髪の毛が邪魔をする。マスカラ、まつげじゃない、マスカラつけるとき。なんかもう、なんていうの、恋愛エピソードとかでもさ、なんかこう、比べちゃうとさ、普通だもんね。なんかこんなこと言っちゃいけないのかもしれないけどさ、すっごい私女だなって思うもん。言ってんじゃないよ、お前はオカマだよってお叱り受けそうだけど、すごいなんていうの、そんなひどいことされるっていうさ、そんなことあるっていうさ。私は基本的にお酒は飲まないじゃない。そしてニューハーフにしてみたら恋愛経験も少ないじゃない。だからさ、そういう差よねっていう、なんかそんな今日は話をしてみました。メイクをしながらマスカラいけました。まつげつけなくていいの、私はできたわ。あと何か書いてないかな。あ、思い出した。ファンデーションで消えちゃったほくろを描きます。これで OK。 できた、できました。ミストをこう最後にかけておしまいでございます。あ、ビューラーで まつげ上げてなかったわ。ビューラー、ビューラー。ビューラー、ビューラー。またビューラーがないじゃない。ビューラー子が。もう、まつげビューラー子がないじゃない、もう。でもね、もうちょっと乾かしたいのよね、まつげ。今ね、今やっても上がらないわ。ちょっと今の感触だと。もうちょっと5分ぐらい経ってから、上げますね。うん。はい、そんな感じで今日はパーティーかねかんねんっていう、ちょっと慌てて今日はですね、ちょっと派手なブルーメイクをしてみました。どうでしょうか。なんかちょっとすごいね、本当に。ちょっとなんか全然あのマナティさん、ノーズシャドウが全然全然ぼかされてないけど、もう、どんだけ適当よっていう。で、こうぼかすとさ、これに違う色がついててさ、オレンジになったりすんのよ、私。もう、どんだけ適当よっていう。ここもちょっともうちょっとぼかした方がいいかな。あ、ちょっとね、消しましょうか。こうね、どういう感じにできたか。よいしょ、ほらほら、すごいでしょ、綺麗。
いい感じじゃない？この鼻のハイライトもすごいわね、まだ。たまにはこういうメイクもいいじゃないですか。華やかにドレスアップして。はい、行きたいと思います。はい、それではちょっともう一回つけてね、最後に。はい、それでは本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、コメントなどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。